皆さんおはようございます。聞こえておりますでしょうか。はい、では、本セッションを始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。私は本セッションの共同座長を務めさせていただいております産業技術総合研究所の安高と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本セッションですけれども、オフサイトの除染と廃棄物管理の問題、現状と残存する課題ということで、1時間半のセッションを進めさせていただきます。まず最初に私の方からセッションの概要についてお話をさせていただきます。皆さんご存知の通り、福島第一原子力発電所の事故が起こりまして、環境回復という視点からですね、除染が実施されております。で、除染に関して、土の剥ぎ取りや、いろんなところの洗浄ということが行われまして、その結果として1300万リューベ以上の汚染土壌や廃棄物が、発生いたしました。で、これらの、除染土壌や、廃棄物というものは現在、中間貯蔵施設に運び込まれております。中間貯蔵施設というのは福島第一原子力発電所の、に隣接する双葉町、大熊町に、作られておりまして、これらに運び込まれた土は2045年までに福島県外で最終処分が完了するということが法律で決められているという状況でございます。また、この廃棄物や土壌の量を削減するという目的から、低濃度の土壌の再生利用、もしくは、原用化といったことが今、環境省を中心に検討が進んでいるというところでございます。まあ、これといった技術的な視点というのが本セッションの、一つの、情報をシェアするというところが一つの目的でございます。また、こういった廃棄物の管理においてはですね、社会的な側面というところも、外してはいけないと考えております。こちらは、双葉町の細谷地区、中間貯蔵施設が立地している地区の、写真でございますが、今日一番最後にお話をいただく大橋さんの方のご自宅であったり、今残されている神社であったり、もしくは、日本の百選に選ばれた海岸だったり、そういった地区というのが、歴史として残っている。じゃ、この歴史と記憶といったものを我々はどのように考え、さらにそれを、含めて将来的にどうしていくのか、この未来を考えていくということが必要なんではないかなというふうに考えているところでございます。本セッションでは、こういった技術的な側面、社会的な側面ということをしっかりと考えながらですね、皆様と、今後についてですね、それぞれどうしたらいいんだろうということを考えるようなセッションにできればと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。で、本セッションではまず最初に、共同議長である、ジャクリーン博士の方からですね、ビデオでのプレゼンテーションを行いまして、その後、6名の方の、招待講演を、お話ししていただく予定でございます。またセッションの中には含まれておりませんが、一般発表が4編ございまして、それぞれスウェーデン、チェコ、ベラルーシ、そして、日本から、お話がございます。こちらに関しては今日のセッションの中でご紹介はできませんが、ウェブサイト上でクリックしていただくとですね、この右側のように、動画が見れたり、ポスターが見れたりということになっておりますので、こちらに関してもこのセッション終了後の休憩時間等でご覧いただければ大変ありがたく思っております。また QA でございます。今回の会議、直接会場でのやり取りがないということも含めまして、またこのセッションに関しては QA の時間があまり取れないということが予想されております。そのため、この QA システムに入力いただければ、発表者の方からオンタイム、もしくは後日回答をいただけるということですので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。では私のイントロダクションはここまでにしまして、ジャックリーンさんの発表に移らせていただきたいと思います。事務局ご準備よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。皆さんこんばんはという方もいらっしゃると思います。私ジャクリーヌ・ガルニア・レプラスと申します。現在は OECD の NEA の方におります。そして科学事務局の方におります。放射線防護と公衆衛生というところです。また ICRP の、第一委員会にもおります。今回実は生で参加できなくて申し訳ありません。このような会議共同議長を務めさせていただいて本当に光栄だと思います。
このセッションはオフサイトの除染と廃棄物管理ということです。そして、この、安高さん、私の方から今日発表される議題について少しお話したいと思います。福島第一の事故からもう10年近くが経っております。そしてオフサイトの除染、そして廃棄物の管理というのは復旧についてとても重要でありますし、技術的社会的な面でも難しい問題です。過去の事故からはチェルノブイル、福島などから我々はこの除染というのはそのサイトと、そしてその地元のローカルステークホルダーとの問題であると思います。しかし具体的には環境修復、そして環境廃棄物管理というのは復旧やこの被災地の再活性化にとってはそれにもう前提となるものです。ですから意思決定というのは各種ステークホルダーを巻き込んで地元の知見や専門知識を生かしてやらないと最善の結果は出ません。将来の課題をよりよく理解するために我々は今回6人の発表者からお話を聞きます。こういった修復の過程、ツール、リソースというのは信頼の問題でもありますし、理解、そして地元の住民との協力が不可欠です。まずこの川瀬さんの方ですけれども、除染モデル実証事業から得られた結果と知見ということについてお話しいただきます。また全面的な除染を行うためにはこの知見だけではなくていろいろな意思決定が伴います。小川さんの方からは統計などを用いて除染と業務に従事する作業者の放射線被ばくについてお話しいただきます。ですから、除染、そしてそこで出たものを中間施設に保存するお話などについてお話しいただきます。そして大迫さんの方からは最終処分に向けた汚染土壌と廃棄物の処理技術と今後の技術課題についてお話しいただきます。ですから原用技術などについて、リサイクリングについてです。そしてクリエピーの井上さんからはこの持続可能な廃棄物管理についてお話しいただきます。そしてこの福島の第一の事故から学び続けていくわけですけれども、事故後の復旧に必要なことですので、 NEA CRPPH のモグさんの方からはこの環境原子力放射線の事故後の修復と復興管理に関する話をいただきます。そして大橋さんの方ですけれども、この個人的あるいはその集団的な記憶という点も、視点から中間貯蔵施設建設の用地取得およびその交渉に伴う課題についてお話しいただきます。
はい、ありがとうございました。それでは招待講演の方に入らせていただきたいと思います。ただいまジャックリーンさんの方からご紹介がありました通り、最初は、JEA の、川瀬様から、ご発表いただきます。よろしくお願いいたします。こちらのご発表も録画になりますので、事務局の方、ご準備のほどよろしくお願いいたします。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発部門企画調整室の川瀬です。全体的な環境回復アプローチの開発ということで、除染モデル実証事業から得られた知見と結果と知見でというテーマで報告させていただきます。除染モデル実証事業の背景と機構の役割ですけれども、国によって示された放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するという方針を踏まえ、国が除染の等の措置を実施することになります。で、この実施するにあたって実証された除染方法を示すことが必要となりました。で、原子力機構に対して国の方からこの実証された除染方法を確立するということで除染モデル実証事業が委託されました。で、この事業では高線量の地域、年間の追加被曝線量が20ミリシーベルトを超えるような地域を対象として、既存の技術を用いた除染手法等の実データをもとに限られた期間の中で、屋外生活環境における大規模な除染等の除染の方法や作業員の放射線防護に関わる安全確保策の提示することが求められました。これらを取りまとめて、報告をし本格除染への準備とすることとされました。除染モデル実証事業の概要ですけれども、先ほどもお話した通り、主に既存の技術を効果的に活用し、広範囲を早く除染をして放射線量を下げるということが目的となっておりました。で、内閣府からの委託を受けて、当時の計画的避難区域等の福島県の浜通り地域の11市町村を対象に、実証事業を行いました。この事業は2011年の11月から除染作業を開始し、2012年の6月に終了して事業の成果を報告しております。事業の対象地域としては、記載の通り、様々な放射線量率のレベルを含んでおり、様々な対象物を含むエリアを選定しております。具体的な事業の実施エリアですけれども、左側の地図にありますように、先ほども申し上げた計画的避難区域、計画区域の中の16地区を選定して、実施をしております。で、対象となった市町村は11市町村で、左側の表にあるように様々な建造物、農地、宅地等を含むエリアで、広さについてはトータルで209ヘクタールほどの広さを除染して評価を行っております。この除染モデル実証事業の進め方ですけれども、多面的視野における調査、検討を行うということで、費用対効果を加味した除染技術の選定、除去物の原用や運搬保管の検討、除染場所への作業に必要なインフラの整備、アクセス方法の選定、それから作業を行う作業員の被曝管理、作業安全について検討を行っております。また福島県の地理的な特徴でになりますけれども、冬場積雪、氷土の凍結等への対処、それから地域の方々、自治体や住民の方々との意見交換などについて調査検討を行っております。さらに除染作業の試験にあたっては、モニタリングによる事前調査ということで、その結果をもとに除染の効果や除染に伴い発生する除去物の量を予測するというようなことを行っております。
で、これらの事前調査に基づいた仮置き場の除去物の保管場所や放射線管理を含む実施計画を策定して事業を進めております。実際の除染のに先立っての調査の例ですけれども、道路の舗装面、アスファルトで舗装された面のセシウムの沈着状況の付着状況の調査の結果になります。道路の舗装された道路の表面では他の土の表面よりも放射空間線量率が低いという結果になっておりました。また放射性物質は密度の高い舗装面では表面から深さ 2、3 ミリ程度まで、隙間の多い多孔質のアスファルトの舗装面では表面から5ミリ程度にまで存在しているということが分かりました。こういった結果をもとに道路の除染方法というのを選定して実際に試験を行っております。こちらの写真が具体的に除染に用いた手法の例になります。水や金属の玉を使って表面を削り取る切削という方法、あるいは機能回復車という道路をきれいにするようなものでですね、表面にある泥などを取り除いていくというような方法、さらには土木の工事なんかで使われる切削、大きな重機を使って表面を削り取るというような方法が取られております。続いて農地のセシウムの付着状況になります。事故の直前に土を耕している田んぼではですね、耕していない田んぼよりも深くまで放射性セシウムが浸透していて、トラクターの轍ちのなどの凸凹により濃度分布がばらついていたということがありました。これは、左側のグラフにあるように、特に一般的な分布ですと表面の 2、3 センチのところにセシウムがほとんどあるんですけれども、事故後で前にですね、耕していたり、何か人為的な作業が入っていたところでは、10センチよりも深いところでもセシウムの濃度が上がっているところがあったということを示しております。また同じ土の面でもグラウンドにおける放射性物質のセシウムの沈着状況ということで、公園やグラウンドにおいてもほとんどの地域で表面から3センチから5センチ程度の範囲でセシウムが分布していることが確認されております。その他でも8センチ程度までに放射性セシウムの 90% が付着しているということで、ほとんど表面の土を取り除くことで除染が行えるということが分かりました。で、農地等に適用した除染の例ですけれども、表面の土を剥ぎ取る方法として、道路工事、土木工事などで用いられる重機を用いた除染の方法、それから濃度が、汚染の状況が低いところでは、表面の土と内側、下の方の汚染されてない土を入れ替えるという天地返し、あるいは表面と下の方の土を、深いところの土を入れ替える反転工というような、こういった方法を取ることによって、除去物の発生量を抑えるというような方法も試験的に行っております。また、住宅建物の除染に適用した手法の例ですけれども、セシウムがくっついている堆積物を取り除く、あるいは屋根等を拭き取ることによって除染を行ったり、屋根や壁を水を使って洗い流す、水やブラシで洗い流すというようなことも行っておりますし、大きな建物ですと高圧洗浄水を使って洗い流すというようなことも行って試験的に行っております。ただ今回の試験では震災の影響で建物が破損している可能性があるというような場所では、この水を使ったような除染というのは適用できませんでした。続いて人々が生活する近傍のですね、近くの森林の除染に適用した手法の例です。落ち葉や枝を落ちている枝や落ち葉を集めるということで、人手や重機を使った除染を行っております。また落ち葉を集める際に大きな掃除機のようなバキュームを用いて集めるような方法というのも試験的に行っております。それから放射性物質がついている枝葉を剪定したり除去をするということで、枝葉の剪定なども行って評価をしております。森林除染を行う際の注意ですけれども、その時の事故が起こって放射性物質が沈着した時の樹木の状態によって対応を変える必要があるというところです。
常緑樹の場合ですと、上の方の図にあるように枝葉にたくさん放射性物質がついているということもあって、その部分の除去が効果的になります。また落葉樹の場合ですと、下の方にあるように事故当時葉っぱがなかったということで、地面にたくさんの放射性物質がくっついていることから、この下に地面にある落ち葉、腐葉土の除去が効果的ということになります。除染試験を行った結果ですけれども、どの程度、こちらは南相馬、比較的放射線量率の低かったエリアでの結果になります。放射線量率が低くなると、青色が濃くなっていくという形になります。左の方が除染試験の前、右の方が除染後という形になります。見ていただいて分かる通り、黄色いエリアも青く変化をしている、黄色い範囲がほとんどなくなっているということが見て取れるかと思います。続いて同じ除染の効果で比較的放射線量の高かった大熊町での例になります。こちらの方も左側の除染前に比べて右側の除染後の結果が、赤い点、オレンジ色の点などが随分減って、緑色、黄色といった放射線量率が下がっているということが見て取れるかと思います。このように面的に除染を行うことによって放射線量率が下げることができるということが実証できました。続いて除去物の保管について、現場あるいは仮置きという形での保管が当時考えられておりました。そのための保管の方法というを実証するということで、こちらにありますように、上の方にあるように地上での保管、あるいは下の方にありますように地下での保管方式というものを実際に適用して、その効果をや作業性について評価を行っております。これらのモデル実証事業の結果についてまとめになります。こちらの方に記載がありますけれども、比較的線量率の低かった30ミリシーベルトを下回るような区域では、年間の追加被曝線量を20ミリシーベルト以下の線量率にまで下げることができました。中間的な放射線量率の区域については、除染前の 40% から 60% 程度にまで空間線量率を下げることができましたけれども、20ミリシーベルトという値を下回るということはできませんでした。また非常に高い地域でもですね、農地や宅地など面的に除染をすることによって、除染前の 70% 以上のですね、空間線量率の低減率を得ることができたというところもございます。ただし、元々が高かったということもあって、50ミリシーベルトの追加被曝線量率より下がるということはありませんでした。また空間線量率、除染前の空間線量率が低いエリアにおいては、全体的に線量率の低減率が低かったという結果になっています。これらの結果を踏まえて、除染手法、効果などを取りまとめてですね、国、自治体等への本格除染へ知見を反映させるということを行っております。これらの除染モデル実証事業の結果から得られた知見ですけれども、空間線量率を十分に低減させるためには、除染作業を丁寧かつ均一に行う必要があるということになります。それから、汚染状況を正確に把握して、その結果に基づいて、どのように除染をするかということを決める必要がある。また、除染をどの程度行うか、どの範囲を行うかということについては、除去物の仮置き場や中間貯蔵施設の規模に大きく影響することから、汚染状況に基づいた方法などをしっかりと検討する必要があるということになります。また除染を行うのは地域の方々の住んでおられた場所になります。そのために地域の方々とのコミュニケーション、除染前もそうですけれども、除染を行っている間についてもタイムリーに情報提供を行うことによって信頼関係を保つ必要があるということになります。また大量の地域、広い範囲での作業ということで、たくさんの作業員の方が入ることになりますので、事前の説明や教育を十分、作業員に対して十分に実施して取り組むことが重要になります。以上のような結果をもとにですね、国の方で、国や自治体の方で除染の作業が行われました。以上で報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、川瀬様、ご発表ありがとうございました。
まあ、まさに本格除染が始まる前の事故から、除染が始まるまでの間に実証試験をしていただいたというところの報告でございました。で、これらの成果をもとに、実際に、2013年か2012年、13年から2017年、8にかけて本格除染が実施されたということになっております。貴重なご報告ありがとうございました。では続きまして、放射性影響協会の、小川翼様から、除染従事者の、放射線影響ということでご発表いただきます。こちらも録画の発表になりますので、事務局準備のほどよろしくお願いいたします。公益財団法人放射線影響協会の小川と申します。本日はこのような機会をいただき誠にありがとうございます。ラディエーション・ドーズ・オブ・ワーカーズ・エンゲージド・イン・エコンタミネーション・オブ・エンバイロメントと題しましてご報告いたします。本日の報告内容は以下の通りです。まず、東日本大震災後、除染およびその関連業務に従事する従事者の一元管理のために立ち上げた制度についてご説明いたします。次に、除染特別地域内で実施されている業務を複数のカテゴリー別に分けて区分し、それぞれの被曝線量を取りまとめたものについてご報告いたします。次に、原子力施設で従事する従事者との比較を行いましたので、そちらについてご報告いたします。すでにご報告のありました通り、2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、2012年1月、政府は放射性汚染物質対処措置法を施行いたしました。特措法では除染が必要とされるエリアを2つの地域に区分しています。1つ目は除染特別地域と呼ばれるものです。こちらは地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しく、国が除染等の処置を実施する必要があるとされる地域となります。もう1つのエリアは汚染状況重点調査地域と呼ばれるものです。こちらは空間線量が毎時2.3マイクロシーベルトを超えるエリアとなり、都道府県知事または市町村長が除染について調査し、計画を定めるものとしています。除染およびその関連業務は除染特別地域を中心として今もなお実施されています。除染特別地域およびその汚染状況重点調査地域で従事する従事者の放射線障害を防止するため、政府は2012年1月に除染電離則を施行しました。しかしながら、除染電離則を遵守する上ではいくつかの問題点があります。例えば、複数の事業者を渡り歩く従事者が過去の被曝線量を、事業者に正しく申告しない場合、また、事業を廃止した際に、事業者が、指定機関に記録を引き渡さない場合、記録がそのまま散逸してしまうという問題があります。これらの問題を解決すべく、公益財団法人放射線影響協会では2013年の11月に、これまでに運用している原子力施設における従事者の一元管理制度と同等な制度を除染についても運用開始し、除染登録管理制度の運用開始しました。その後、2015年3月に、除染登録管理システムの運用を開始しています。除染登録管理制度では、業務の内容及びその作業エリアによって参加の仕方を2つのカテゴリーに分けています。1つ目のカテゴリーは、除染特別地域の中で除染等業務を行う場合、また、事故由来廃棄物の取り扱いを行う業務の場合です。こちらにつきましては、放射線管理手帳の取得、3ヶ月ごとの定期的な線量の登録、工事終了後の記録の引き渡し、またシステムを用いた過去の従事者の被曝線量の照会を行います。一方で、汚染状況重点調査地域で作業を行う場合には、工事終了後の記録引き渡しのみを行います。除染登録管理システムへの各種登録の方法をまとめたものが下の図となります。従事者が取得する放射線管理手帳は、手帳発行機関で作成することができます。また、手帳発行時、個人を特定する中央登録番号が発売されます。放射線管理手帳中央登録番号は、除染、原子力両方で使用することが可能となり、従事者の線量を一元的に管理することができます。除染登録管理制度に参加した元請け事業者は、中央登録センターへ実施する工事件名を登録し、3ヶ月ごとに定期的な線量を登録します。また、システムに登録された従事者の過去の被曝線量を照会することができます。
除染登録管理システムと原子力システムはそれぞれ相互紹介を行うことができ、従事者の過去の原子力施設の被曝線量を紹介することが可能となっています。2020年11月1日現在、累積で約120の元請け事業者が、これまでに750件の、除染特別地域内の除染業務、または事故由来廃棄物の処分に関する工事件名を登録し、約10万人の従事者に関する定期的な線量を登録しています。こちらの図は、それらの定期線量をもとに作成した各年ごとの、被曝線量統計となっています。なお、この統計につきましては、従事者の被曝線量を中央登録番号によって、名寄せしているため、例えば、1年間の中で異なる元請け事業者の中で異なる、工事を行っていた場合でも、すべて一つの線量として名寄せすることが可能となっています。棒グラフで示される従事者の人数につきましては、2012年から2015年にかけて増加し、2018年にかけて一度減少しています。その後、2019年にかけて再び増加しています。これは、2017年3月までに実施していた除染特別地域内における面的除染の影響を強く受けていると考えられます。従事者の個人最大線量につきましては、最大で 13.9 ミリシーベルト、最小で 6.7 ミリシーベルトと幅がありますが、年間で20ミリシーベルトを超えている従事者は一人もいませんでした。従事者の平均線量につきましては、0.3 ミリシーベルトから 0.7 ミリシーベルトまでとなっています。最新の2019年におきましては、従事者の9割以上の方が年間で1ミリシーベルト以下の被曝線量でありました。次に、従事者の年齢別の分布を示したものがこちらとなっています。2012年から2016年にかけては、60歳から64歳の従事者が最も多い、従事者の割合となっていましたが、2017年以降につきましては、55歳から59歳の従事者が最も多い割合となっていました。続きまして、これまでに登録された、工事件名をもとに、それぞれの業務内容をカテゴリー別に分けて、それぞれの被曝線量統計を作った内容についてご報告いたします。2017年3月の面的除染終了後も、除染及びその関連業務は引き続き実施されています。そこで、中央登録センターのデータベースに登録された工事件名の名称をもとに、業務の内容を以下の5つのカテゴリーに分別して、それぞれのおける被曝線量をまとめました。カテゴリーについては以下のこちらとなります。1つ目が除染に関する業務。2つ目が廃棄物に関する業務。3つ目が中間貯蔵に関する業務。4つ目が特定復興再生拠点に関する業務。5つ目がその他の業務となります。業務カテゴリー別従事者数を集計した結果がこちらの図となります。なお、これ以降の統計につきましては、1年間に複数のカテゴリーを渡り歩いた従事者は、それぞれのカテゴリーで人数をカウントしています。そのため、前のページで示した合計の従事者数と異なる人数が表示されています。青色で示される、除染に関しましては、2012年から15年にかけて増加し、それ以降減少していることが見て取れます。これは2017年3月までに行っていた面的除染における影響の結果だと考えられます。また一方で2015年以降赤色で示される中間貯蔵に関する従事者数が増加し、2017年以降はオレンジで示される特定復興再生拠点に関する従事者の数が増えていることが見て取れます。中間貯蔵に関しましては2015年では全体の約 2% 程度の従事者数でありましたが、2019年においては全体の約半数の従事者が中間貯蔵に関する業務を実施していたということが分かりました。続きまして、カテゴリー別の集団線量をまとめた図がこちらとなります。先ほどの従事者数と同じように、青色で示される除染は2012年から15年まで増加した後に減少をしており、赤色の中間貯蔵、オレンジの特定復興再生拠点業務は2015年、17年以降に増加しているという結果が見て取れます。続きまして、カテゴリー別の、平均線量を表したものがこちらとなっています。こちらの図につきましては、各都市ごとのそれぞれのカテゴリー別の平均線量を表しており、
例えば2019年でいくと、除染が青の 0.1、廃棄物が 0.1、中間貯蔵が 0.3、特定復興再生拠点業務が 0.4、その他が 0.2 ということに読み取ることができます。2012年から17年まで、面的除染が実施されていた頃では、青色で示される除染の被曝線量が 0.5 から 0.7 と高い値を示していましたが、それ以降減少しているということが見て取れます。また、それに入れ替わる形で2015年以降、赤色で示される中間貯蔵に関する平均線量が 0.3 から 0.5 となっています。なお、この業務に関しましては、管理区域内での作業の他に、面的除染が行われていなかったエリアの除染、およびその地域の家屋解体、また、地域の、敷地の造成などの業務が含まれています。また、黄色で示される特定復興再生拠点業務におきましては、2017年に 0.7 ミリシーベルトと高い値を示していますが、こちらにつきましても、面的除染が行われていなかった帰還困難区域での除染を行った結果であると考えられます。灰色で示される廃棄物につきましては、他の業務に比べ0から 0.2 とやや低い値を示していますが、こちらは取り扱っている対象が10万ベクレルパーキログラム以下のやや低いものであるというものに追加して、作業のエリアが除染特別地域の外、汚染状況重点調査地域で行っていたという場所も複数あったための結果だと考えられます。従事者の最大線量をまとめたものがこちらとなっています。2012年の 13.9 ミリシーベルトと除染が高い値を示しているのは、2011年に JAEA が実施した除染のモデル実証事業における結果であると結果であります。2012年から14年につきましては、青色で示される除染が従事者の被曝、最大被曝の原因となっておりますが、2015年以降につきましては、赤色で示される中間貯蔵に関する業務が従事者の被曝最大線量の原因となっています。続きまして、除染及び原子力施設での従事者との比較を行った結果がこちらとなります。最新の2019年及び2019年度における除染及び原子力施設で従事する従事者の結果がこちらとなります。従事者の合計数、平均線量、最大線量、集団線量、すべてを比較しましたが、除染が原子力施設の業務に比べてすべて低い結果であるということが分かりました。従事者の年齢別の従事者数をまとめたものがこちらとなります。青色で示される除染は55歳から59歳が、最も多い人数帯となっていましたが、原子力につきましては45歳から49歳が最も多い人数帯であるということが分かりました。ここまでをまとめた結果がこちらとなります。2013年の11月に除染登録管理制度は運用を開始し、2015年3月に除染登録管理システムの運用を開始しています。2017年の3月に面的除染は終了しましたが、それ以降も中間貯蔵施設に関する業務及び特定復興再生拠点に関する業務は引き続き行われています。除染及び原子力関連施設における従事者との比較を行った結果、従事者の人数、最大線量、平均線量、集団線量、すべてにおいて除染の方が低い結果であるということが分かりました。中央登録センターが、提供する、除染における、登録管理制度の、システムの中身につきましては、これまでに、原子力で提供している情報と同様に従事者の被曝管理を行う上で非常に重要なデータであるということが言えます。原子力施設の事故を受けて、それの復興を行う上での作業につきましては、長い期間を得ることで、その作業の内容が大きく関わっているということが今回分かりました。このような復興過程においては、この登録管理制度というものをあらかじめ準備しておくということは非常に重要なことであると言えます。以上で発表を終わります。ありがとうございました。はい。小川様、発表ありがとうございました。除染従事者、もしくは中間貯蔵等も含めた、従事者の線量の評価ということで、環境回復と並んで非常に重要な、課題かと、内容かと思っております。多くの知見をいただきまして、御礼申し上げます。では、続いてですね、最終処分に向けた汚染土壌と廃棄物の処理技術と今後の技術課題ということで、国立環境研究所の大迫様からご発表いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらも録画になりますので、事務局の方、ご準備よろしくお願いいたします。
事務局のご準備いただいている間に1点だけ質問をされる場合に関しては大変恐縮なんですけれども、どなたへの質問かというのを入れていただけると、後で回答者の方が今日おられない方もいらっしゃいますので、回答しやすいかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では事務局準備よろしくお願いいたします。国立環境研究所の大迫です。私は原発事故以降、放射性物質で汚染された廃棄物等の適正処理技術の研究を行ってまいりました。本日はこの原発事故後の10年を振り返って、汚染された土壌と廃棄物の問題にどのように対処してきたか、また将来の最終処分に向けてどのような課題があるのか、主に技術的観点から述べたいと思います。これまで汚染されたエリアでの環境回復・環境再生の取り組みは、放射性物質汚染対処特別措置法に基づいて除染対策と廃棄物処理対策の2本柱で実施されてきました。除染対策については、避難区域内は除染特別地域として国が責任を持って実施し、避難区域外で除染対策を進める場合は、汚染状況重点調査地域として自治体が計画を立てて実施してきました。一方、廃棄物処理対策については、避難区域内で生じた汚染廃棄物や放射性セシウムが8000ベクレルを超え、国が指定した汚染廃棄物は特定廃棄物として国の責任で処理しています。またそれ以外の8000ベクレルパーキログラム以下の濃度の低い廃棄物は、通常の廃棄物と同様に一般廃棄物は自治体が、産業廃棄物は事業者が処理を行っています。さて、具体的な技術的対応ですが、この写真は住宅の除染の様子です。人手を使って汚染された表土を剥がしたり、高圧洗浄機で舗装面をクリーンアップしたりしています。こちらは重機を使った学校の校庭の除染作業や森林地域での除染作業の様子です。このように除染作業は高度な技術というよりは、人手を使った原始的な作業であると言えます。この図は、福島県内における除染により生じた廃棄物や土壌のその後の基本的なフローを示しています。除染された汚染土壌は、フレコンバッグに収納されて、一旦仮置き場に集められ、そして保管されます。その後、順次、中間貯蔵施設に運搬され、貯蔵されることになりますが、8000ベクレルパーキログラム以下の低濃度土壌は、できるだけリサイクルして利用することとしています。一方、除染廃棄物は、一旦仮置き場に集めて保管の後に、可燃物は仮設焼却施設で処理し、原料化を図ります。焼却後に生じた灰には、放射性セシウムが濃縮されますが、10万ベクレルパーキログラム以下の灰は特定廃棄物の埋め立て処分場で処分され、10万ベクレルパーキログラムを超えるものは中間貯蔵施設に運ばれ、さらなる原料化処理を行うことになります。福島県内でのこれらの汚染土壌廃棄物への対応の進捗状況ですが、除染措置は2018年の初期に帰還困難区域を除いて全て終了しています。その結果として1300万立米を超える大量の汚染土壌や除染廃棄物が生じました。仮置き場に保管されている汚染土壌は順調に中間貯蔵施設に運び込まれており、2021年度内に輸送は終了する予定です。中間貯蔵施設では、汚染土壌から異物を除去した後に、土壌貯蔵施設に埋設が開始され、その後安全に管理されます。
可燃性の除染廃棄物については、仮設焼却炉の整備が進み、順調に処理が行われており、焼却灰の処分や中間貯蔵施設でのさらなる原用化処理も開始されました。さて、土壌や廃棄物の流れに沿って、それぞれのプロセスでの実際の様子を見ていただきたいと思います。こちらは汚染土壌や廃棄物の仮置き場です。その構造図を左下に示していますが、底面にシートを敷いて、その上にフレコンバッグを積み重ね、さらに遮蔽のための土のうで覆って、その上からは降雨が入らないようにシートでカバーしている構造になっています。内部で生じた汚水は集水タンクに集めて、放射能濃度を確認してから放流します。こちらは大規模な仮置き場の様子です。膨大な数のフレコンバッグが積み上がっています。現在は仮置き場から中間貯蔵施設へのフレコンバッグの搬出が進み、1000箇所を超える数があった仮置き場の6割ほどでフレコンバッグの運び出しが完了しており、4割程度の仮置き場が元の状態に戻っています。こちらは仮置き場においてフレコンバッグをダンプトラックに積み込んで運び出す様子です。輸送においてはそれぞれのフレコンバッグや運搬車両がリアルタイムに管理され、それらのトレーサビリティが確保されています。こちらは可燃系の除染廃棄物などを処理するための仮設焼却炉です。高度な技術によって放射性物質が管理されています。例えば、排ガス中の放射性セシウムはバグフィルターにより 99.9% を上回る高い効率で除去され、安全性が確保されています。こちらは特定廃棄物の埋め立て処分場の様子です。仮設焼却炉などで生じた焼却灰のうち、8000ベクレルパーキログラムから10万ベクレルパーキログラムの濃度の範囲のものを受け入れています。溶質性の高い灰を処分する場合は、灰を事前にセメント固化して溶質を防止し埋め立て処分しています。これは中間貯蔵施設のレイアウト計画を示しています。原子力発電所を囲んだ16平方キロメートルの面積が確保されています。土壌の受け入れ分別施設や貯蔵施設などの多くの関連施設の整備がほぼ完了しつつあります。この図は受け入れ分別施設のフローと土壌貯蔵施設の構造を示しています。受け入れ分別施設は、左からフレコンバッグの破体ユニット、トロンメルタイプの古い選別ユニット、放射能濃度の違いによる分別ユニットなどから構成されています。土壌貯蔵施設には、底部に遮水口が施され、浸出水は集めて処理された後に放流されます。この写真は実際の土壌貯蔵施設です。左の写真では受け入れ分別施設からベルトコンベアで貯蔵施設まで長い距離を運んでいる様子がわかります。さて、ここから最終処分に向けた将来の技術的課題について述べます。先にも述べた通り、汚染土壌と廃棄物の処理はこれまで力強く着実に進められてきました。現在は中間貯蔵施設では多くの関連施設が建設され稼働しています。現在私たちはこのフローズで示すとおおよそこの白いラインに来ています。しかしこのラインから後の将来にも多くの技術的な課題が存在しています。前提となる将来のターゲットとして、
中間貯蔵後の最終処分を福島県外において2045年までに完了しなければならないことが法律で決まっています。将来の最終処分を実現するには、中間貯蔵施設に貯蔵された大量の土壌や廃棄物の原用化を図ることが不可欠です。そのためには放射性セシウムを濃縮しながら汚染廃棄物の容積を小さくするとともに、低濃度の土壌や放射性セシウムを除去したリサイクル材の有効利用を積極的に進めることが必要です。将来の最終処分に向けた技術的課題に関して、現在取り組まれている技術開発の取り組みをいくつか紹介します。まずこの写真は低濃度の土壌を盛土として利用するための実証事業の様子です。成果として周辺環境への影響もなく、安全に低濃度土壌を有効利用できることが分かりました。この写真は汚染土壌の分級洗浄処理技術の実証事業の様子です。放射性セシウムはサイズの小さい微粒子に多く吸着しています。そこで本技術は、水の中で洗浄しながら微粒分を取り除き、サイズが大きい低濃度の土壌粒子を取り出してリサイクルする技術です。実証試験の結果、リサイクル可能な低濃度の土壌を取り出すことができることが分かりました。これは飯舘村で行われている土壌のリサイクル事業です。本事業では低濃度の土壌を農地基盤の材料として活用し、エネルギー作物や各種の花などの植物の栽培試験も行っています。これは放射性セシウムを比較的高濃度に含む焼却灰を高温溶融技術を使って原溶化する技術です。2つのタイプの溶融技術が実用化され、双葉町に施設が整備され、現在稼働しています。高い温度と塩化カルシウムの添加により、放射性セシウムの揮発除去が促進され、生成したスラグ中の放射性セシウム濃度は極めて低くなります。そしてそのスラグは土木資材として有効利用可能です。しかし揮発した放射性セシウムは非媒フライアッシュとして回収されるため、その処理が今後の課題になります。今後は溶融処理プロセスから生じる非媒のさらなる原溶化技術を開発する必要があります。非媒中の放射性セシウムは塩化物として可溶性塩の状態で存在するため、非媒洗浄や洗浄液中の放射性セシウムの吸着濃縮、その後の最終処分のための安定化の技術の一連の組み合わせが検討されています。以上、原発事故後10年間の汚染土壌と廃棄物への技術的対応の歩みを紹介し、今後の最終処分に向けた技術的課題を述べました。最後に、このような技術的課題以外に、最終処分地の立地やリサイクルに対する社会的な需要をどのように形成していくかという最終処分に向けた最も重要な社会的課題が残っていることを申し上げて、私の発表を終わります。ご清聴どうもありがとうございました。はい、大迫様、ご発表ありがとうございました。まさに今進められている原油化もしくは再生利用の技術的なお話、そして、まあ、県外最終に向けて何が一番大切かということで、まあ、社会需要性であるというお話がございました。これらに関しては未来への課題ということになるかと思いますが、我々は常に意識しなければいけない部分かと思っております。では、続きまして、福島の環境修復と住民の理解を得ることを含めた挑戦的課題と題して、電力中央研究所の井上先生からご発表いただきます。井上先生はライブでご発表いただけるということですので、ご準備よろしくお願いいたします。はい。これかな。
はい、パワーポイント見えております。見えますでしょうか。はい、スライドショーにしていただければ大丈夫だと思います。はい。はい、では、今日、始めさせていただきます。皆さん、日本語でしたけど、私、英語で作りました、もので恐縮ですが、ちょっと英語で、発表させていただきます。My name is Tadashi Inoue. I'm serving Inoue Tadashi と申します。電力研究所の方におります。今日は福島の環境修復と住民の理解を得ることを含めた挑戦的課題についてお話しいたします。こちらの図は福島第一の事故で汚染された地域です。そして何十万という住民に影響が出ました。この修復作業は2018年の3月に終わりました。しかし帰還困難地域はまだ残っております。2万人以上がまだ、避難中であります。これについてはもうすでに発表がありましたので、こちらは割愛させていただきます。こちらですが、これ帰還困難地区を示されています。特定復興再生拠点地域の中にあります。こちらから修復が着実に行われているのがお分かりいただけると思います。こちらですが、住民がこの修復の目的については混乱していると、放射線などについての知識が足りないためです。昨日の発表の中で飯舘の元町長菅野さんが科学的な知見というのは180度その当時違っていたと。そして日本政府は長期的な目標として空間線量1ミリシーベルトを達成するということを言いました。そして住民は、この 0.23 ミリシーベルト時間あたりというのは考えていました。そして年間線量が20ミリシーベルト以下になると、そうすると避難指示が解除されるわけです。住民の方にとってはやはりより修復、例えば森林における修復、あるいは線量をより下げてほしいと考えているわけです。IAEA の安全基準ですが、 DS-468、 これは過去の活動によって汚染された地域の修復戦略であります。この既存の線量の推奨させるレベルは1から20ミリシーベルトと書いてあります。この参照レベルというのは、この保護と安全を修復によって、確保するその最初の最適化のレベルであります。そしてこういったこれはいろいろな可能ベネフィットと、そしてマイナス点に基づいてこういった参照レベルは選択されるべきであると考えています。しかしながら、この参照レベル1から20ミリシーベルトの特定の数を定義するのは難しいわけです。そして明確なエビデンスは提供できません。なぜこの数字を選んだのかということがなかなか言えないわけです。これは環境修復による線量低下であります。この線量基準というのは一般の人が理解するのは難しいわけです。情報の多くは
この科学に基づいておりますが、こういったものは提供されていますが、これは意思決定には役に立ちますわけです、立つわけです。そしてもちろん住民の信頼を得るためには重要です。しかし例えば里山のこの森林の修復、これを見てもなかなかこの線量は減らないということが分かっています。 NRA の方では個人の線量の方を使うことを提唱しています。この本当のこの線量を住民が帰還した後の線量を知るためにはこういった、推定線量ではなく個人線量を用いるべきだと考えています。ではこの修復によって出てくる土壌をどうするかということ、こちらが出てくる量です。そしてこの今だいたい40リューベぐらい、140万リューベに及ぶと思われます。そして 77% が8000ベクレル以下であります。そしてキログラム1000ベクレル以下というのがこのほとんどです。これは普通の、土地埋め立てなどで使われるレベルと同じであります。 NRA は福島の住民に対してこういった汚染土壌は福島の以外に移す、30年間で福島以外に移すと約束をしました。ですのでこういった汚染土壌をさらに何とか処理しなくてはなりません。こちらの方はこういった汚染土壌の管理に必要なことです。一番重要なのは安全なこの施設の運営であります。つまり、放射線の量を最低限にし、まず一つは原油化することであります。これは福島県外の最終処分場の原油化であります。そして木とかいろいろな有機物が出ます。こういったものを原油化する。しかし焼却炉などからの飛灰などは、これはフライアッシュなどは線量が高いためにそういったことはできません。このアッシュのは保管をしなくてはなりません。そして瓦礫などを取り除いたこの土壌というのはある程度のこのターゲットを用いてリサイクル、他の使用に回すべきです。ですから除染を考えないでやってもそれは資源の無駄になると思いますし、そのこれに関しては国民の信頼をその各段階で得るのが重要です。こちら、これリサイクル、リユースのための汚染土壌のプロセスを示しています。例えば、道路、あるいは、包みなどに使う。環境省の方ではモデルプロジェクトをやっておりまして、飯舘村のこの農業のための土壌として使う、大迫さんの方でその発表がありました。これ福島の住民との対話で何を学んだかということを示しています。災害の初期において住民が考えるのは、この事故は我々の責任ではない、そしてものすごい苦悩を我々にもたらしたと考えています。ですからそれを直すのは他の人の責任だと。それで事故は起きないと言って我々はそれを信じたのに裏切られた
放射線に関しては我々は知識はなかった。今まではそれに対しては興味はなかった。修復と汚染物質に関してはどうしたらいいのか、どうやったらいいのかわからない。そういうわけで住民は国や東電に対しては全く信頼を置けないと。そういうわけでこういった住民の視点を理解することが重要です。ほとんどの人はリスクを伝える人が住民との対話が必要だと言っています。それはもちろんです。しかしこういった対話の前には本当の地元の状況を理解しなくてはいけません。住民の視点や彼らが直面している状況を理解しなくてはなりません。何が懸念なのか、何が問題なのか、今住民が必要としているのは何なのかということです。どのようにして修復を行うのか、そして廃棄物をどのように扱うのかというのは第一段階で伝えるべきことではありません。つまり状況、地元の状況や住民の考え方が分からなければ修復などはできないわけです。では次は情報共有について、そしてこの重要な、これが重要だということを社会と共有することが重要です。例えば廃炉とかこういった除染です。住民が心配しているのは福島第一の現在の状況や将来です。そしてまたさらに放射線物質が放出されるのではないかということ、そして我々にどういった安全や安心感を提供されるのかということです。やはりこういった情報を社会と共有すること、これはただ伝えることじゃなくて彼らを理解することであります。ですから対話のためのパネルを設定すること、これは絶えずやっていく、継続的にやっていくパネル、コミュニティの住民やボランティアや政府関係者、事業者、専門家などからなるものです。現在のこの避難民、そして帰還した人の年齢などを表しています。そしてまた帰還する意図があるかということを聞いています。これは深刻なことですが、すでに帰還した人は、あるいは帰還しようとしている人の数が少ない。高齢者だけを見ても、住民の 20% しか帰ってないし、帰ろうとしてません。しかし若い人はさらに少ないわけです。これから見ると、こういった地域社会の再建というのはとても暗い深刻な問題です。私の教訓ということでまとめてみました。いろいろな修復が行われています、あるいは完了しました。帰還困難地域以外では完了しました。そして避難指示は解除されました。20ミリシーベルト以下のところでは。しかしながら住民はさらに線量を減らしてほしいと言っています。それからいくつかのこういった表記の仕方というので住民は混乱しています。また1から20ミリシーベルトと言ってもその範囲が難しい。そしてかなりの量の汚染土壌が出てきました。それの管理は重要です。信頼感を醸成するために重要です。そして情報を共有して社会でこれが重要だということを共有することが重要です。一方的に伝えるのではなく理解するということが重要です。ありがとうございました。井上先生ありがとうございます。 Thank you for your presentation. 井上先生、ドクター井上。井上先生ありがとうございました。一度プレゼンテーションの共有を聞いていただいても大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございました。井上先生の方から、全体のお話、さらに、住民の方とコミュニケーションをすると
という部分においては、テルではなく一緒にアンダースタンド理解をするというところがすごく重要だというところで、これは大迫先生、もしくは、川瀬先生からもお話があったところだと思います。この気持ちを我々研究者なり、実務者が持っていかなければいけないということだと理解をしました。ありがとうございました。では次のプレゼンテーションに移りたいと思います。次のプレゼンテーションは、原子力または放射線緊急事態後の環境修復と放射線廃棄物の管理、復興管理に関するNEA専門家グループの見解ということで、イギリスの、環境庁の、クリストファー・モグさんから、お願いしたいと思います。一点だけ補足をしますと、このNEA専門家グループというのは、OECD の中の、原子力、部門、原子力機関ということの中に、リミディエーションインシデントオブザー、すみません、環境回復に関する専門家グループというのがございまして、その中の、見解のご発表をいただけるということでございます。こちらも録画になりますので、事務局の方、準備の方よろしくお願いいたします。Hi everyone, thank you very much for giving me this opportunity to share some thoughts on the work we've been doing for the NEA. 皆さんこんにちは。NEA グループとしてこの復旧管理の仕事をしています。私、クリス・モクと申しまして、英国環境庁で働いております。また私の同僚、ニスベットさんも英国公衆衛生庁の中でこの作業に関わってくださいました。緊急時における放射性緊急事態後の管理という作業です。で、彼女の貢献、それからそれ以外の NEA のチームの皆さんの貢献にも感謝いたしたいと思います。では、今回のプレゼンテーションで、考えることについてお話ししたいと思います。まずはじめに、この専門家グループの、復興フレームワークの取り組みについてお話しいたします。それからまた、より詳細に、この環境修復と放射性廃棄物管理についても述べたいと思います。で、どのような復興への準備としてなされているかについてお話しいたします。そして最後に主な点についてまとめということでお話しいたします。まずはじめにこの修復管理に関する専門家グループ EGRM と言いますけれども、これが2018年に立ち上がりました。これは放射線防護公衆衛生委員会 CRPPH の一部として立ち上がったものです。まずこの目的ですけれども、この復興段階の準備に備えて何ができるかということで、これを復興はフレームワークにまとめて、そしてそれを国内状況に当てはめるという作業です。その一部として現在、さまざまな分野、横断的な問題について見ているところです。これは復興への準備に向けて、何が問題になっているのかということを検討しているところです。でこういった分野横断的なトピックなんですけれども、これがフレームワークの主な構造を作っていくものになります。でいくつかの加盟国が参加しておりまして、この復興関連する例えば文献調査、あるいは各国のケーススタディ、または NRA との協力などの、あるいは日本原子力規制委員会の共同でイベントなども開催しています。で先ほど文献調査ということを申し上げましたけれども、さまざまな分野横断的トピックについて文献を見ています。例えば各国のケーススタディを見ていますし、あるいは国際的なガイダンスも見ています。でこういった文献からの主な論点をまとめまして、これをテンプレートに落とし込んでユーザーに提供していくということをしております。主なこの ER、この我々のグループで今、環境修復と放射線廃棄物管理というものは、相互にとても関連性が強いものですので、これを一体的に取りまとめるべきであるというふうに考えております。で、こういった修復、環境修復に関しては、この廃棄物の量を減らしていく、防護措置、それから修復措置、合わせて廃棄物を少なくしていくことが必要です。特にまた氷土状況においても同様です。で、この環境修復について ICRP に定義がございます。で、それは
つまり、環境修復というのは廃棄物を減らしながら防護措置とそれから被曝経路を遮断していくことによって、汚染物を半減させるというものです。で、この環境修復に関しましては正当化と最適化の原則を土台としなければなりません。つまり修復が、プラスの効果がもたらせるべきで、マイナスの効果よりもそのプラスの効果が高いべきで、それをしてプラスの効果を最大化する必要があるということです。で、それの中には、例えば、放射性と非放射性の廃棄物による健康被害の問題、あるいは環境、社会、経済のへの影響についても検討しなければなりませんし、それから修復措置の最適化と、その措置の及ぼす影響の管理も必要になってきます。では、この事前に何を準備するかということですけれども、この環境修復ということで、我々としては、例えば柔軟性のある拡張可能なガイダンス枠組みを作っていく、そしてこれをさまざまな国々に適用できるようにしていくということです。それからまたあるいはその意思決定の支援も行っていきたい。で、例えばこの7ステップ、7つのステップというものを作っておりまして、こちらは INCRP が2014年に作成したものですけれども、これを英国に2015年に我々としても導入いたしました。そして組織における目標設定、責任の明確化、それから復旧プロセスの進め方、またはデータの使い方、それから情報の共有、また人口動態統計、人口データ、事業データ、インフラ関連、それから廃棄計画、それから最近では可能な限りこの修復演習を行っていきたいというところで、それをその中に復旧というものも取り入れているところです。でそういった意味で IAE でこの大量廃棄物管理についてさまざまな取り組みがされています。で、それは復旧にも関わってきますところで GSR 第7部の中にも盛り込んでおります。で、IAE のテックドックの中で緊急時の廃棄物管理というものが入っておりまして、その中でこの廃棄物の定義、それから大量廃棄物の対応、それから緊急時の対応は平時とどう違うのか、そういったことが記載されています。で、何が問題なのかということですけれども、例えば国が準備を行った場合何が起きてしまうのかということです。緊急時の対応と平時の対応というのはとても異なります。で、この緊急時シナリオを事前に検討しなければなりません。でそういった準備がなければ、きちんと例えば政策、立法、計画がなければ、この実際の緊急時に対応ができないということです。で意思決定においても、この措置の影響についても事前に検討し、例えば廃棄物発生の影響についても事前に検討する必要があります。で現在、我々いくつかの、焦点を部分に当て、いくつの部分に焦点を当てて行っていますけれども、例えば、各国の政策、あるいは立法措置の強化ということも一つの中の一つです。この緊急時における放射性廃棄物管理という意味での立法措置になります。で、そのためのガイダンスの提供、それから修復のあり方へのその関連付けも必要になってくるところです。それから、国際的なモデリングソフトウェアの活用ですね、廃棄物の種類と量を予測あらかじめ予測して、緊急時シナリオを設定して廃棄物管理を行っていくというものです。で、あるいはこの役割を明確にする、事前計画において役割を分析し、それから量の階層化、
そして段階的なアプローチを取りながら、この出口戦略にも事前に改めてあらかじめ考えていくということです。で、また、この分野横断的なトピックとしては、この放射性廃棄物管理の復興演習などもその中に入ってくるところです。で、この備えという例の一つとしても、英国の例についてお話しいたします。この我々のワーキンググループの中で、この英国での備えの取り組みを行っています。で、現在4つの優先事項を、優先課題を明らかにしております。で、その中には、ハンドブックの作成、これは英国の放射性インシデントに対する復旧のハンドブックになります。その中には、例えば技術的な対応について、どう処理を行うのか、廃棄物の保存、廃棄をどう行っていくのか、これを緊急時にどう行っていくのか、それからまた我々の取り組みの一つとして、政策の見直しを行っています。特にこの放射性廃棄物管理に関する 法体制の見直しをして、行っています。で、これを今緊急時に役立たせていきたいというものです。また、新規に英国でこの放射性廃棄物管理の緊急時における計画の立案というものを進めていくところです。で、我々、こういった取り組みのフィードバックについては、国際的に共有していきたいと考えております。まとめになりますけれども、EGRM でおきましては、この復興への備えということで、枠組みを今作っております。で、これをさまざまな加盟国への支援として提供していきたいというふうに考えています。で、また、文献調査も行っておりまして、その結果を使いやすい形でユーザーに提供していきたいと思っております。で、それからもう一つは、この環境修復と放射性廃棄物管理というところで、これはについては、相互に影響があるということですので、一体的に検討する必要があるというところです。そして様々な意思決定による影響についても常に考える必要があるというところで、その中で正当化、最適化の原則 をきちんと反映していくべきであるというところで、その結果による社会的、経済的、環境への影響について考慮していかなければならないというところです。そして最後に、この英国の取り組みについても、皆さん、国際的コミュニティに共有と一緒に共有していきたいと思っているところです。Thank you for your presentation, Chris. Chris さん、ありがとうございました。OECD ニアの中での取り組みということで、まあ、備えと、プリペアドネス、備えということで、では次に起きるような場合に、どのような備えを事前にしておくべきかっていうのを、福島の事故をベースに、チェルノブイリ、福島の事故をベースにいろいろ今考えておられるということでございました。私も、このメンバーに最近参加させていただいています。今後、また、取りまとめが楽しみでいうことでございます。ありがとうございました。では、最後のプレゼンテーションになります。最後のプレゼンテーションは、中間貯蔵施設が立地しております、双葉町細谷地区の元自治会長の大橋様から、中間貯蔵施設建設用地における課題、元地権者の視点からということで、こちらはインタビューの、映像を送らせていただきます。事務局、放送をよろしくお願いいたします。昭和16年にこの地区で生まれました。先祖が移住して明治の初めに来て、私で5代目です。はい、でここで育って
ここで生活して、ここから勤めて、子供の頃はですね、魚釣りしたりですね、あとその鳥を捕る罠をかけたり、その本当に野山を駆け回って自然の中で遊んでましたね。だいたい専業農家で、しかも私がもう小学校中学校の頃は目立った企業もなくて出稼ぎが多かったですね。その後原発が誘致されて、そこでほとんどの方が何らかの形で働くようになって、かつての出稼ぎはなくなりました。仕事はですね、高校卒業して、もともとは小さい農家だったんですけど、この農地を継いでいかなきゃないなと思って、私は出稼ぎも何もしなかったんですけど、今度生コン工場できるから勤めないかなって言われて、66歳で退職して行政区長をやって、2年後ですかね、東日本大震災と原発事故にあって、とりあえずの避難だったと思うんですけど、当時はそれ以来ふるさとに戻ることで生活することなく現在まで至っております。で、誰もが、双葉の人もほとんどだと思うんです、あちこちに避難したんですけど、次の日は帰れるものと思って、安全だっていう頭浸透してましたから、気の向きのままでみんな双葉地内の山の方に避難しました。で、次の日10キロ以上離れてくださいと、さらに30キロ以上離れてください、休み場に避難指示が出まして、役場本体が埼玉県の方に行っちゃったんですね。で、実際にその双葉町民7000のうち加須に行って役場と一緒に行ったのは1500人だったんですね。後の人たちは当時は本当に情報なくて苦労して避難してましたね。はい、いわきには一番双葉の人多く住んでたんですけど、アパートとか戸建てを借りてる人はその頃って誰がどこに住んでるか分かんなかった、孤立気味だったもんで、私たち行政区長2、3人で自治会作って、そういう人たちの絆を作っていこうということで自治会を作って、私事務局長で120世帯ぐらいまとめていろいろ活動してました。行政区長やってましたから、環境省のかなりの権限ある人が私のところにも挨拶に来ました。でも国とか県とか町の成り行きをちょっと見ないと、個人的な見解ではあんまり発言できないなと思うと同時に、細谷の集い交流会という名目で、みんなを集めることに、避難先把握するまで結構時間かかったんですけど、そんな風な集まりを持って、ある時そういう中間貯蔵に関しての話が出たもんですから、皆さん個人個人の財産資産を縛ることはちょっと難しいよと、あなたたちの資産財産なりをどうするかは自分で決めてもらわないと、だからその会議ではこれに関しては議題にしませんから、皆さんそれぞれ対応してくださいねってことで、何の混乱もなく細谷地区は通過しました、その話は。だから遅く国に買収まとま
った人とさっさとまとまった人とかいろいろですね。でよその地区は未だ反対してる人もいるみたいですけどね。非常に残念な話なんですけど、もうここにはその東電、壊れた東電があってとんでもない地区になってますから、そのある意味では合理的な話だなっていうふうに思ったりもしました。気持ちはものすごくその悔しくて残念なんですけど、現実的には驚くべき光景が変わっちゃったですね。気持ち的には昔の面影がなくなっていくっていうことは大変そのこう残念だし寂しいことなんですけども、もうちょっとその立場を変えて角度を変えて考えれば、ここの中間貯蔵施設の各施設が稼働して汚染物質がですねどんどん運び込まれて福島県がそのきれいになっていけば風評もそれなりにその広がらなくていいのかなと我慢しながら思いました。こう昔の面影がかなり見る影もなくなったとしてもですね、私のふるさとには変わりないですね。ついの住処をどこにしたとしても私のふるさとは草間町の細谷だっていうふうにどんなふうに変わっても思い続けます。それ以外のふるさとってないですね。第二のふるさとっていうのはないんです。私は変貌していくこの姿はやっぱりこの目に留めておきたいですし、例えば神社が残るわけですよね。で私たちの先祖がここに来てその永遠とその努力してこう豊かな土地を作り上げて、その五穀豊穣を願ってで作った神社、これがこの私たちのその先祖から受け継いだそのかつてお父さんたちがここで作らせてたシンボルが今でもこうあるんだよっていうふうなことで、私たちの次の世代にもねこんな経過をたどってこういうふうになってんだよっていうふうなふうに伝えたいです。原発事故とかですね、東日本大震災を肯定はしないんですけど、ここで暮らしていればそれなりに満足して私は生きていたと思うんですけど、避難することによってそれ以上に多くの出会いがあって、それがマイナス的な出会いっていうのはほとんど記憶にないですね。いい出会い、驚くほどそのこんな世界もあったんだなっていう出会いがいっぱいありましたね。まあ幸せって言った方がいいんじゃないかな。ふるさとをなくした、ふるさとを離れて生活しなきゃこのまま旅立っていく寂しさはありますけど、出会いがこうあちこちつながっていくと思わなかったです。
はい、大橋様ありがとうございました。大橋様は、いわきのパブリックビューイングの会場に今いらしておられるということで、そんなに人はいらっしゃらないというお話を聞いてるんですけれども、大橋様、ありがとうございました。ちょっと少し、時間オーバーしてしまいましたけれども、本セッションの、プレゼンターは以上になります。最後に少しだけ、2、3分、ラップアップをさせていただければと、QA とラップアップを紹介をさせていただければと思います。すいません。QA に関しては後ほど、皆様に、回答を後日というお話がございましたが、少しだけ、QA に、回答いただけましたので今ご紹介をさせていただきます。1つ目がカース様へということで、実証試験に関して費用対効果ということがございました。こちらに関しては、実際にどうだったのかということがございます。で、実際には費用対効果というのは今回把握、実際の現場では把握できてないということがお話がありまして、そちらの方については環境省の方とかが把握しているのではないかというお話でございます。また実証試験の結果というのは、実際の除染の使用書に反映されたというお話がございました。また、小川様、今日いらしてないので回答いただきたいんですけれども、女性労働者の被爆線量の中に内部被爆が含まれているのか、また定期的に測定されているかということのご質問がございました。またバックグラウンドの値については、どれぐらい引いてますかというお話もございました。ちょっとこれ以外もたくさんあったんですが、時間の関係上、また後ほどまとめて、回答できればと思っています。また、大迫様の方にはですね、8000ベクレル以下をリサイクルするということですが、100と、まあ、クリアランスレベルの100と8000というところに関しての医学的な根拠等、もしくは科学的な根拠を教えてほしいと、もしくはプロセスということで、もう、大迫様ちょっと別の要件があって今いらっしゃらないんですけども、このように書いているような回答をいただいておりますので、また後ほど、お読みいただければというふうに思っております。この2つに関しては、まあ、利用用途、100に関しては制限を受けないもの、そして8000に関しては、利用とか限定されたものというようなご検討を、ご回答をいただいているという状況でございます。また、大迫様の方に、まあ、また別途ですね、10万以下のものに関しては管理型処分場なのか安定型なのか遮断型なのかいずれかですかということで、実際には管理型処分場レベルで進んでいるというお話をいただいたり、ということで回答をいただいております。また、井上様にはですね、国や党で全く信用を置けないという住民の声をご紹介いただきましたが、井上様のご紹介が電柱権ということで、この立場に関してどういう感じを受けられたか、みたいなご質問をいただいておりました。また、モグ様に、井上先生、少しだけショートでご回答いただければ、大変ありがたいと思います。ですね、これは、やはり、まあ、電柱権というのはですね、いわゆる各電力会社というよりも電気使用に関わる研究において、そしてそれを通じて社会に貢献する立場ですが、それでここで私が発言したのは、国は、東電全く信用を置かないと発言したのは、これは私が事故当初からですね、福島の方々とずっと接点を持ってきてですね、やはり最初の国の対応とかですね、そういうところでなかなかその除染とかなんかもうまくいかないところで、それで基本的には、まあ、東電もそう事故は起こさないと言いながら起こしたと、そういうことに対してやはりなかなか信用ができないということを紹介しましたということで、いわゆるまあ逆に言えばですね、特に事故当初において、事故当初において私が申しましたように、発表しましたように、こんな事故、本当に思ってもいなかったことですので、私が逆な福島の立場の人間であればですね、ある程度、やはり皆さんが思われることではないかと思います。以上です。ありがとうございます。あとはモグ様には、英国の事例ということで、やはり英国でも同じようなハンフォードの事故等がございますけれども、それに対して、具体的にどんな参考になりそうなことがありますかというご質問もいただいております。これに関してはモグさんに後ほど、質問を投げたいと思っております。でまた、大橋さんにも、ご質問いただいたんですが、まだちょっと読めてないのでごめんなさい。はい。で今後に向けてということで、最後1分だけラップアップさせていただきますと、今日お話があった廃棄物もしくは除染土壌のことに関しましては、まあ、技術的な事項というところが一つあると、また皆様からお話が出たのが対話とか合意形成ということで、まあ、ステークホルダーとして、住民の方がいたり、自治体の方がいたり、政府がいたり、また実際に働かれているワーカーの方がいたり、また研究者がいたりということになっていると。でこういった方々に対して適切な情報を出していくということ、また合意形成なり対話だけではなくて合意形成のプロセスにおいてはしっかりそれを加味して話し合って
っていくということが重要なんではないかと。しかも1回だけのトークでは話ではそれはやはり理解には至らないということで、しっかりとしたお互いに伝えるだけではなくて、しっかり理解するところまでいくということが重要なんじゃないかということが皆様に共通していたことかなと思っております。で、まあ、やはり今後県外最終処分ということも含めてですね、この技術的事項だけにとどまらない対話合意形成といったものも、政府我々研究者も含めてですね、しっかり考えていくべきではないかと思いました。またプレペアドネスというお話がモグさんの方から出まして、これは次の、世界のどこかで起こるかもしれない事故に対する対応ということが、しっかり、そこに対して日本が貢献するということも日本の責務かというふうに思っておりますので、このあたりに含めてもしっかり考えていきたいと思います。時間が10分ほど消化してしまって大変恐縮がございますが、100名以上の方から、今回参加いただきましてありがとうございました。このセッション、発表いただいた方々、質問いただいた方々も、事務局の方々、ご準備いただいた方、同時通訳の方も含めて、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。ではこれにてこのセッションを閉じさせていただきます。皆様、次のセッション11時から開始ということでよろしくお願いいたします。失礼いたします。